皆さん、こんにちは。モレノです。本日は、えっと、簡単にね、レビューできない <laughs>、あの、SBC だったり、オブジェクティブ、目標についてお話ししていきたいなと思っています。ちょっとね、僕自身ね、<laughs> あの、 全員が全員レビューできるわけじゃないので、ただ、えっと、どうしても文面上だと伝えきれられないことがあるので、今回ちょっと動画で、まあこれからこういった動画もたまには上げていこうかな。まあアイコン SBC みたいな感じで、ちょっと SBC が立て込んだ時とかは、こういう動画で対応できればなというふうに思っています。で、えっと、今回紹介していく5選手ですね。えっと、まずデパイ、昨日の SBC ですね。で、他の選手が目標の選手ですね。一人目がロドリゴ、そしてデロフ、ベジェリン、あとは、えっと、 サンビアですねこの5選手を紹介していければなと思います。で、えっと、まあ、これらの選手に関してはね、レビューできたらしますが、えっと、ちょっと、デパイはね、厳しそうかな。えっと、4日なんで、厳しそうですが、ロドリゴはちょっと取りたいなと思ってるので、できたらやります。だから、他の選手に関しては、ちょっと時間的都合上が、まあ、かなりね、この2人に関して15試合やんなきゃいけないんで、厳しいかなと思ってるので、ちょっとざっくりね、あの取る必要性があるのかっていうのを、 まあお伝えできれば、取る必要性あるかないかっていうのを簡単に僕自身の主観ですけど、お伝えできればなと思います。で、ちょっと遅くなって申し訳ないんですけど、今回の動画はプレイ動画ではないです。なので、えっと、ちょっと、もうここまで見ていただいて申し訳ないんですけど、プレイを期待していた方では、あの、もう切ってください。<laughs> って感じで、えっと、進めていきます。まず、デパイですね、えっと。デパイ、昨日の夜に出た SBC で、現在値段は15万6000コインですね。まあ,あの、値段としてはね、すごく妥当だと思います。ただ、えっと、残念なことに、もう、 能力のね、ブーストがね、普通すぎる。あの、すごい残念だなと思ったのが、まあ、86のデパイのカードが、このカードですよ。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス1。もちろんね、強くなっているんですけど、この86のカード、現在額7万です。で、このカードが15万。まあ、必然的に、なんだろう、値段が上がっていくっていう感じがして、すごく妥当ではあるんですけど、例えばデパイがね、今週2ゴールあげました。ハットドリックしましたってなった場合、 このカードが黒で出てきます。おそらくね、能力ほとんど一緒です。ってなった時に、あの、まあ、87のデパイの予想価格としては15万から20万くらいです。だいたいこの SBC のね、同じコストくらいでできると思います。 ってなるとね、どうしてもね、現在の16万という価格にはちょっともったいないのかなと思います。めちゃくちゃね、リンクがいいとかだったら別なんですけど、まあ、リンクも良くないので、はっきり言うとデパイに関しては、で、エンドゲームカードかって言われるとそうでもないので、今現在このね選手16万費やすのはちょっともったいないかなと思います。そ で、えっと、まあ、作った方がいいやって方々は、ぜひね、あの、デナイヤーを持っている方、リオンのフルリンクを持っている方で、デナイヤー最強だぜって思ってる方だったり、もうデパイのこの86も死ぬほど愛してますっていう方だったら、あのね、このカード自体はね、弱くはないです。あの、絶対強いです。サイドで置いてもスキル5を持っているので、ペースもありますし、なおかつフィジカルもあるんで強いんですけど、まあ、コストパフォーマンスで言うと、ちょっと無理に作る必要性はないカードかなという、あの、感じですね。 で、えっと、次にデロフですね。デロフに関しても、あの、正直ね、無理に取る必要性はないです。まあ、一つの大きな理由としては、やっぱりこのゲーム、左ミッドが非常にね、豊富です。まあ、セリエだけでも、例えば、なるだろう、えっと、ダグラス・コストーであったり、有名なダグラス・コストーですね、であったり、えっと、チャレハノールなどもいるので、競合アイテムもたくさんいます。なおかつ、左ミッドって皆さん多分、 プレミアリーグの選手をね、使った方がいいんですよ。<laughs> なぜなら安いから。孫憤民7万8万で買えるのに、わざわざね、5時間費やしてまで、5時間以上費やしてデロフを取りに行くのは、ちょっとね、時間的には見合わないかなと思います。もちろん、ね、えっ、ー、と、オブジェクティブ、選手目標があるので、15試合できるっていうのであれば、ぜひ作っていい1枚ですが、無理に作る必要性はないと思います。まあ、弱くはないです。あの、普通に強いと思います。ただ、僕自身は5時間の労力に見合わないな。 5時間以上の労力に見合わないかなと思っているので、まあ、そこまでね無理に作る必要性はないかなと思います。で次にベジャリンですね。ベジャリンもね同じです。あのプレミアの右サイドバックもう思い浮かべるだけでも強い選手いっぱいいるんですよ。もうウォーカーだったりワンビサカもそうですし、もうリカルドペレイラカンセロットも どんどん名前が出てくるじゃないですか。で、えっと、それらの選手と比べて、じゃあ、ベジェリンが圧倒的に強いのっていう話をすると、いや、そこまででもないんですよ。まあ、もちろん、このカードが特殊で排出されれば、多分10万、15万はするとは思うのですが、現状、ウォーカーとどっちが単純に強いってなった時に、多分ウォーカーのが僕は強いんじゃないかなと思います。ただね、まあ、それに 関しては、まあ、選手の、ね、特徴もあるので、ただベジリンの、ね、ワークレートディフェンスワークレートローがすごい気になるので、僕はあの、まあ、これも、ね、無理に取る必要性ないかとかな 5, 5時間かけてわざわざこれを使うならあの千時給1000円のバイトを5時間して課金してウォーカー買った方が多分お得であのコスパいいので、無理して取る必要性はないかなと思います。ただ、まあ、デロフ同様、ね、あの試合をこなせば取れる選手ではあるので。 まあ時間に余裕ある方はぜひ作ってみてください。まあ、あとね、オバミアンの RTDF トレフカで持ってますとかならあの作ってもいいと思います。で、えっと、次、ロドリゴですね。この選手に関しては僕はちょっと時間かけても取ってもいいカードかなと思います。まずね、右ウィング。あの右ウィングって全くこのゲームいないんですよ。皆さん多分ご存知だと思うんですけど。で、ラリーガだけのポジショニングで言ったらあの間違いなく メッシの次だと思います。ポルトよりも強いと思います。このカードに関しては。フォースター、フォースターですし、あのペースも99位いきますし、本当に欠点がない。アタッカーとしてはかなり強い部類のカードです。で、ブラジル人という点で考えても、本当にファーストチョイスに入ってくるカードで、実際にね、このカードが市場に出たらね、希少性を考えるとね、まあ、ロドリゴという選手の人気も考えると30万ぐらいすると思います。そのぐらい能力もいいですし、 まあこの、ね、ドリブル札がかなりいいので,で、なおかつフォースターフォースターにアップグレードされているという点を考えると、うん、30万ぐらいの右ウィングが13試合で取れるなら、ぜひね、あの取ってもいいかなと思います。ロドリゴに関しては、ちょっと自分自身取れたらレビューできたらできしたいなと思っていますので、でぜひねあの、時間に余裕がある方じゃなくて、まあ、ギリギリだよっていう方でも、ちょっと試しに取ってみる価値はあると思います。間違いなく あのまあ、しばらくは、ね、右ウィングに君臨できますしサブとしても十分強いと思いますでは最後にね、えー、と僕自身この選手を絶対に取った方がいいよっていうサンビアですね、えー、とサンビアに関してはシルバーラウンジですね、えー、とシルバーのみの、えー、とフレンドリーマッチがありますそこで3勝すれば手に入るカードです3勝ですよで、えー、とシルバーラウンジフレンドリーなので多分ちょっと点差がついたらみんな3人多分やめちゃいます 少なくともう本当に上手い方だったら30分ぐらいで下手したら終わっちゃうんじゃないかなと思うやつで3勝でこのカード手に入るのはもう破格ですよで今現在ねフランス人の右サイドバックで考えると無形の次に強いと思いますそのぐらい74とは思えないスタッツをしてるんですよこの選手本当にね総合力がめちゃくちゃ高いですし あの総合スタッツに関してもかなり高いものを持っているのでぜひ作ってみてください。で、えっと、向きエレを持っている方でも、あのまあ、3秒センターバックを置いてもいいと思いますし、ムキエレをセンターバック、どっちでもいいと思います。ただ、どっちかをセンターバックを置いても非常に面白いカードだと思います。なぜかというと、まあ、3秒に関してもね、身長185センチあって、ミディアム、ミディアム、ワークレートも悪くないんで、センターバック十分にできます。まあ、向きエレもそうなんですけど。 なので、両方をね、使うっていうのも非常にね、選手のね、幅が出て面白いチームになると思います。もうたったの3勝なんでね、1時間で頑張れば終わるので、この選手は本当にね、今出てる目標で、一番おすすめ、あと2日と4時間で、まあ、今あ、11月30日の10時に取ってますけど、2日と4時間で終わっちゃうので、うん、ぜひね、あの3試合、これは無理してでも取ってもいいカードかなと、時間がなくても取ってもいいカードかなと。 思いいいまますすっててう感じで今日の動画を終えていきますあとね、EFL の選手とかはね、無理にね、取んなくてもいいかなとは思いますね。なので、えっと、15レベルの選手に関しては、ちょっと動画を上げるかあの悩んでますが、基本的に無課金の方にとっては、自分自身が使っているリーグの選手を選ぶのがベストだと思います。で、えっと、迷ったらアイドゥーがいいかなあの。この選手はね、強いと思うあの、まあ。組んでもそうだったんですけど、 この選手ね、えっと、センターバックでペース82あって、なおかつ、まあ、身長はちょっと低いんですけど、フィジカルも90あるんで、弱いわけないです。あのまあ、リーガーで言うと、間違いなくバラン姫です、ね・ヒメネスに次ぐセンターバックになるポテンシャルを持ってる選手なので、実際まだ僕自身使えてはないんですけど、うん、今時点の組んでよりも強いのかなと思います。まあ、ちょっとね、リンクがガーナ人ということで、あんまり良くはないのですが、まあ、リーガーであのスターメン組んでる方っていうのは、と、まあ、っといても、 いいただね、本当とに他の,あの韓国人の選手だったり、あとはそのコロンビア人の選手も2人とも弱くはないので、もう本当に自分自身のリーグに合った選手を選ぶのがベストだと思います。で、えっと、サブ探してるって感じなら、この、えっと、4選手を、えっと、選ぶのがいいかな。あとは、まあ、テイジョも、ね、能力悪くないんで、まあ、どっちか,かな。まあ、あとはね、アイドゥ取っといてもいいかなと思いますけど、ね、ここまで強いセンターはあんまり出ることないんで。 っていう感じで今日の動画を終えていきます。ちょっと長くなって申し訳ないです。で、この後ちょっと声がかれてきたんですが、喋りすぎて。あの、クワルタードじゃなくて3頂あの、レビュー、あの、動画撮り終えてますので、アップロードできたらなと思っています。ぜひ待っててください。今日も見ていただきありがとうございます。質問、コメントなどね、あの、他のオブジェクティブいたら申し訳ないんですけど、まあ、何でもいいので、あればコメント欄にください。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。